エルちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。主に代わってミリアルが担当します。今回は主がヒゲ脱毛に行かれたらしいので体験した感想をお話ししたいと思います。 YouTube で脱毛サロンの広告が流れていました。キャンペーンで980円でお試しができるということで、装備品としてすぐ申し込んだみたいです。予約の申し込みもスムーズに終わり、当日を迎えました。お店は近くのショッピングモール内にあり、城を基調とした綺麗なところでした。施術の前にカウンセリングです。毛が生える仕組みやメンズ脱毛の方法、注意点の説明を受けました。施術は驚くほど簡単でした。横になり脱毛する部分、ヒゲ、に機械を当てていくだけです。する前は痛かったら嫌だなぁと思っていたらしいのですが、全然痛くはなかったそうです。機械の先端が冷えているのですが、冷たくて気持ちよかったと言ってました。時間は5分ほどだったそうです。主はこれだったら続けてみたいと考えていたそうですが、この後その考えは崩れてしまいました。とにかく値段が高のです。月々で見れば安いのですが、主は安易に考えていたので引いてしまったそうです。期間も2年ほどかかるそうです。お試しでやめることにしました。しかし考えてみますと言って帰ろうとしたのですが、簡単には帰れない空気が漂ってきたそうです。担当された方の笑顔は変わらないのですが、目が怖いのです。時折白目になり、手話がくぐる状態でした。それから数十分、なんとか断り店を出ることができました。お試しだからといって安易な気持ちで行くと怖い目に遭うという話でした。ちなみに主が行った店は、最近コンビを解散された方がイメージモデルになっているところでした。皆さんも気をつけてくださいね。それではまた次回お会いいたしましょう。